皆さんこんにちは、朝倉海です。今日から YouTube を始めることになりました。今回は初めての投稿ということで、きっかけや動画を通してやっていきたいことなどを簡単に話していきたいと思います。皆さんご存知の通り、僕の兄貴が最近 YouTube を始めまして、それがすごい反響を呼んでいるみたいなんですよ。急上昇動画にランクインしたり、動画が300万再生とか、まあ、とにかくすごくたくさんの人に見てもらってるみたいなんですよ。で、この動画で僕のことを初めて見るっていう人もいると思うので、一応説明しておくと、僕はプロの総合格闘家で、今はライジンっていう団体で戦っているんですけど、まあ、その試合後とかにいつも言っていることなんですけど、僕は常々思っていることがあって、もっと日本の中で格闘技が盛り上がってほしいんですよ。格闘家は試合でリングに上がるときは命をかけて戦ってて、会場に来て生で見てもらえたら必ず感動を与えられると思ってるんですよ。でもそれが世間にはまだまだ届いていないって思ってて、まあ、それがすごく悔しくて、やっぱりただ戦っているだけだと、もともと格闘技が好きな人たちだけが会場に来てくれて、もちろんそれはすごく嬉しいことなんですけど、まあ、そこに留まってしまっているというか、やっぱり僕のことだったり格闘技を知らない人たちからすると、どこで何が起きてるかっていうのが全然分かってもらえていない状態なんですよね。まあ、それを何とかしないといけないなって思っていたところで、思い立ったのが今回の YouTube なんですよね。こんなに不特定多数の人に対して身近に触れてもらえる機会があるなんて素晴らしいことじゃないですか。YouTube にたくさん動画を上げて、まずは俺という存在をたくさんの人に認知してもらって、できれば興味を持ってもらって、まあ、それをきっかけに格闘技を知ってもらって、格闘技に興味を持ってもらえたらいいなと思ったのが、動画を始めていこうと思ったきっかけです。そうですね、すでに格闘技を見てくれている人、そうでない人を含め、まずは僕のこと自体を知ってもらって興味を持ってもらうっていうところを第一に目指して動画を上げていきたいなと思っています。まあ、どういう動画を上げていくかっていうのは具体的に決まっていないんですけど、まあ、普段あまりお伝えすることのない僕の趣味だったりプライベートなことを動画にしていって、まあ、自分自身楽しみながら皆さんを楽しませられるようなチャンネルにしていきたいですね。まあ、とはいえ今日 YouTube を始めた超素人なので、まあ、これからどうなっていくのかっていう不安もありますので、皆さん温かく応援していただけると嬉しいです。いやー、やられましたね、あれには。見てますよ、もちろん全部見ました。いや、実を言うと僕も以前から YouTube を始めるのといろいろ動いてたところだったんですよ。まあ、そんな中で兄貴が突然 YouTube を始めて、まあ、それもすごく面白いんですよね。いやー、完全に先を越しましたね。喧嘩自慢とのスパーリングの動画なんて、まあ、兄貴にしかできない企画だと思うし、すごく良かったですよね。あとは飲みに行った後に語るみたいな動画の中で、もう喧嘩はしないし、まあ、喧嘩するやつは程度が低いみたいなことを言ってましたけど、あれね、仮に今街で喧嘩売られたらやっちゃうと思うんですよね。いやー、絶対危ないですよ。まあ、なのでね、皆さん街で兄貴を見かけても、間違ってもね、喧嘩を売らないようにしてくださいね。まあまあ、それは冗談として、まあ俺は俺でキャラというか性格も違うので、まあ兄貴とはまた違った形で面白い動画を届けていきたいなと思ってます。で、ゆくゆくは、まあ、兄貴とコラボ企画なんかできたら面白いかなと思っているので、皆さん期待しててください。思っていた以上に結構大変ですね。まあ、今回はこういう動画あったからよかったですけど、がっつり企画とかになると大変そうですよね。
まあでもメインは格闘技の方なんで、まあ、試合前とか練習で忙しくて、まあ、動画を上げられない時期とかも出ちゃうと思うんですけど、まあ、できる範囲で皆さんを楽しませられる動画を作っていこうと思うので、応援よろしくお願いします。で最後にもしよかったらチャンネル登録と高評価ボタンをよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。うわ、今のめっちゃ YouTuber っぽくなかったっすか。うわー、始まったわ。頑張ろう。